はい、ラーメン大好き栗之助です。今日栗之助がやってるのはこちら、燕市の甲州飯店にやってまいりました。見てこの麺、まるでうどんだよね。はい、そしてこれがね、名物の餃子、ものすごいこの巨大なね餃子となっております。そして店内にねあるグラスはなんとモロゾフのプリンの入れ物だよね、これね。はい、で胡椒粉ね、鹿島屋のね、これ空き瓶になってるしね、あの SDGs のねお店ですね。電話番号はね、甲州飯店とぐらい手が同じ番号になってるって、かければどっち出んだよみたいなねところですね。そんなね、甲州飯店のラーメンが美味しいかって聞かれると、まあぶっちゃけ好みが分かれると思います。まあそもそもね、ラーメン自体が好みが分かれるんですけどもね、よろしければチャンネル登録と高評価もよろしくお願いします。